一方日本ハム先発の西崎に5回までヒット2本の阪急は6回ランナーを一塁に置いて3番のブーマー、ブーマーはライト線へタイムリーツーベース、一塁から福良帰って阪急ようやく1点も返しました。5対2で迎えた8回阪急は福良のこの日3本目のヒットで反撃です。しかしさすがエース西崎、ここで踏ん張ります。ブーマーを速球1本でファーストのファウルフライに、そして松永も打ち取り阪急の反撃を抑えて5対2で日本ハムが勝ち、西崎は無四球完投でハーラーダービートップの11勝目です。